明日から大阪で開かれる G20 サミットに合わせて来日しているインドのモディ首相が兵庫県を訪れました。午後7時過ぎ、兵庫県の井戸俊三知事などが出迎える中、インドのモディ首相が県高官に到着。神戸市ではモディ首相が長年州知事を務めたグジャラート州最大都市アーメダバード市との経済交流を図ろうと協議を進めていて、今回の来日に合わせて意思確認書を締結することになりました。アーメダバード市は製薬や化学、自動車などの産業が盛んで、神戸市は今後互いの経済発展を目指し連携しながら取り組んでいくということです。